はい。皆さん、こんにちは。ワンダルブルビーチです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊。続きをプレイしていきたいと思います。ちょうど子供のですね、保育園が始まったりして、なかなか、時間が取れず、少し時間が空いてしまいました。立浪編の続きになりますが、ミッション7から始めていきましょう。操作方法もちょっと怪しくなってきてるんで、ちゃんとね、確認しながら進めていきたいと思います。今回はロシアが誇る最新鋭の原潜、ボリ、ゼベロドビンスク、そして世界最大の原潜、タイフーンの存在が確認されているということなので、まあこれらとの戦いになりますね。では早速スキルアップ、魚雷の補充というところに進んでいきましょう。はい、こちらが画面になります。現在12万ポイントありますが、まずは魚雷を補充しておきましょう。厳選相手ということなので、まあ、対水上艦船用のものを減らして代わりにですね、マーク50の対潜水艦船用の魚雷を多めに持っていきましょう。で、ハープミサイルもね、今回は出番はほぼないかなと思いますので、思い切って減らしてですね、マーク50の魚雷へと振っていきます。あと、シーランスですね。数はちょっと少ないですけど、持っていけるだけ持っていきましょう。全部で8本持ってきます。これで出撃できそうですかね。シーランスと、あとマーク50の魚雷。これをうまく使って、ロシア軍を撃破していきましょう。今、子供がですね、ちょうど慣らし保育という、まあ、通常の保育時間よりも短い時間で、保育園に預けて、面倒を見てもらっている時間なんですけども、まあ、なかなかね、送り迎えだったり、その準備だったり、必要なものを揃えたりというので、忙しい日々を過ごしているんですが、たまにはね、こうやって息抜きでゲームやりたいですよね。さあ、では、まずはボトムにつくこともできない海域なので、このまま、敵の位置を探っていきたいと思います。もしかしたらシーランス持ってきましたけど、ここ、シーランスが撃てないかもしれないですね。上に、氷が張っているんじゃないかと、思われます。ようやく敵がアクティブを撃ってきたので、おおよその場所がわかりました。捜索に少し時間がかかってしまったので、ここから急いで敵を撃破しないと、タイムオーバーになってしまいますね。急行します。速度20ノットまで上げます。まだアクティブは打たずにですね、様子を見たいと思います。少なくても4隻確認してますね。まずシーランスが打てない前提ではあるんですけども、もし打てたらラッキーということで、一応シーランス装填だけしてみたいと思います。さあ、敵が近くなってきました。確認しましたね。魚雷が撃てる距離まで近づいたら、まずはシーランス。これをね、ちょっと撃てるか試してみたいと思います。やっぱりシーランス撃てないな。震度は100。震度100で撃てないということは、シーランス持ってきたもののちょっと無駄になりそうですね。8本のシーランスが無駄になる。であれば、ちょっとここは確実にまず魚雷を当てていきたいですね。魚雷、これは衝突コースに入ってる。命中。2本。ハリコフに魚雷命中。撃沈です。さあ、敵の機関を探していきましょう。まずはこのハリコフが爆散したノイズへと突入します。うん、近い！こんな近くにいたのか。速度を落としつつ、魚雷撃ちます。マーク50の魚雷、フォーミングで2本、遠い方に出します。
で、近い方にはこの後すぐですね、回避しつつ、反転して魚雷を撃っていきたいと思います。敵も魚雷を撃ってくる。これに合わせてこちらはデコイを発射します。カッターだ、優先だったらもう諦めるしかないですね。よし、向こうに行ってくれた。撃沈。そして、敵の魚雷もかわせましたね。なので、こっからは逆にこちらが魚雷を撃つ番なので、マーク50の魚雷、誘導で2本出します。完全に今、足を止めてる状態です。命中。撃沈。さらに2隻の潜水艦。方向を変えて、敵の潜水艦が潜んでいると思われる方向へと向かっていきましょう。今のはびっくりしましたね。敵の潜水艦が目の前に現れたので。見込みでデコイを撃ちましたけど、もしあれがね、優先だった場合には直撃を受けていた可能性が高そうです。盛んに、どうだろう。アクティブを打ってきている敵がいるので、ちょっとそちら警戒しつつ近寄っていきましょうか。速度10ノットまで落とします。操作方法、おぼつかないかなと思ったんですけど、意外と覚えてますね。後方からも敵の潜水艦が来ている様子があるので、先に魚雷を撃ちたいですけどね。敵の方が、もしかしたら早いかもしれない。まだ魚雷が来ない。こちらもアクティブを撃ったんで、もう気づかれたと思います。なので、先制攻撃。マーク50の魚雷、ホーミングで2本差しで出したいので、2本出します。で、この後すかさずですね、優先弾も撃沈を確認したら撃っていきたいと思います。後ろについてる方を狙いましょう。やっぱりマーク50の魚雷、早いですよね。真横から、命中。オムスク。では、ここからは、マーク50の魚雷。もうあまり数がないので、ね、慎重に使いたいところですが、優先弾で出します。さあ、どうだ。命中。残っているのが、画面の右上の方に。矢印が出てる潜水艦がありますね。そちらへと向かっていきます。ここまでは割と、順調なというかですね、思った通りの送還ができてるかなと思います。さあ、敵の潜水艦発見。速度を落としつつ、魚雷を撃つ、そのチャンスを待ちましょう。敵が十分に近づいてきた。同時に、アクティブを打ちましたね。距離の読み合いがすごいな。ではまず、先制攻撃をしたいので、ホーミングで出します。1番艦、2番艦から魚雷戦。魚雷が出てます。これ衝突コースに入ってる。命中する。命中。激震ですね。いや、マーク50の魚雷はやっぱり強い。あと今回は、偶然が偶然で呼ぶ形にはなりましたけども、すごく相関が決まりましたね。あとは魚雷撃つタイミング、その魚雷の種類、すべてがうまくいきました。はい。それでも B か。ちょっとね、時間がかかりすぎましたね。最初の敵潜水艦発見が、時間がかかりすぎてしまいました。その後、矢継ぎ早に敵潜水艦発見撃沈というのを繰り返してたんで、本当に最初のね、敵潜水艦発見までの時間がもったいなかったかなというふうには思います。では、今回少し短いですが、これで終わりにしてですね、また次回続きをプレイしていきたいと思います。